ホームチャンネル。はい、今日が9月の30。メルペイの半額キャッシュバックキャンペーンが今日までということで来ました。ライトオンでも使えるみたいなので、今からちょっとライトオン見に行ってきます。その後はウェルシアかな。はい、今ライトオンちょっと見てきたら、やっぱないですね。売り出しのが990円のトレーナーでいい感じのがあったんですけど、 XL とかで全然サイズが合わなくてダメなんで、これからこの向こうのウェルシア行きます。やっぱ食品じゃないとダメか。はい、これがメルカリの画面なんですけども、こんな感じで今だと6000円分の買い物で3000円分還元ということでですね、メルカリのおすすめ人気は洗剤、トイレットペーパー、化粧水で、食品とかダメなんかなと思ったら、こっちにカップラーメンとか缶詰、つゆとかタレとか書いてあるので、 それなのでちょっと僕はその食品関係を主に買いたいと思います。今ウェルシア来ました。すんげえ、もう駐車場満パン。ほら、こんなもう混んでる時ってないですよ、ウェルシア。ほら、もう裏までいっぱい。これが全員メルペイかなんだか分かんないです。Tポイントは貯まるっていうのを月曜日やってるらしいんですけど、でもその込み方じゃないな、これ多分。じゃあちょっと今から中物色したいと思います。トイレットペーパーとかかな。すげえ、もうガラガラ、紙関係ガラガラです。こんな感じ、やばいな。はい、1時間ちょっとぶらついてですね、悩み悩んでこれぐらい買いました。ちょうど6000円ちょっとです。いや、なかなか買うものが見つからず難しいです。今日まで 20% 引きっていうキャンペーンやってまして、 LINE 登録しちゃいました。これは大きいです。はい、今ウェルシアから戻ってきました。こんだけですね。これで6272円、そしてまあ3000円バックですね。だからまあ3100円、決済方法メルペイ3000バックだと、まあ3270円、計算しながら買ったんですけど、200円ぐらいちょっと予想よりも多かったのは、おそらくこれがセール品だったんですけど、なんかちょっとこれが200円ぐらい高かったんですよ。ちょっとこれ後日あれかな、ちょっと聞きに行って、で買ったのはこんな感じで、一番お得だったのはこのエスカップかな。これあのゴミ袋ですね、足利市のゴミ袋エスカップ。この箱、お酒とかがですね、割引対象外じゃないですか、米とかで。今ですね、ウェルシアでは、あ、ちょっとこれスマホ、あ、もう使っちゃうとちょっと表示されないんですけど、 20% 引きクーポンっていうのがありまして、それはよくありがちな LINE を友達登録してくれた方、一番最初の特典みたいな感じで 20% 引きっていうのをちょうど見かけたんですよ、入り口で。で、まあ、併用できないパターンかなとか思ったんですけど、でもメルカリのその還元キャンペーンとは全くなんかシステムが違うだろうなと思って、一応聞いてみたんですね。これティッシュはちなみに 4箱です。この5個パック、もっと買ってもよかったんですけど、
でこれエスカップ何が得だって、これ通常これ1箱ここからここなんですけど、これおまけ分がついてるんですよ。エスカップ今10本、これでかいですよね。まんまの試供品じゃなく、もうこのまんまのやつです。なのでこれはいいと思います。でこれお酒とか米がそのさっき言ったライン割引の 20% が対象外だって言われてたんですね。それなんで、それが対象だったらスーパードライ の1ケースとか、まあ、5000円ぐらいするじゃないですか。それの 20% だったらでかいじゃないですか。で次米もダメだからどうしようかなと思ってぐるぐるした時に、風邪薬かこれかなと思ったんですよ。でも風邪薬はまあ1700円とか1800円、まあ高いのもあるんですけど、そんな高いのとか別に風邪ひいてても買わない人なんで、僕が買ってもいつも1000円ぐらいのパブロンとか、まあ、ここも980円とか1180円とかでその辺のパブロンとかあったんですね。でそれだとやっぱり 20% でもちょっと割引率少ないじゃないですか。で1点が 20% なんで、1点で高いのじゃないと意味ないんですよ。エスカップじゃない、パブロンを3つ買っても4つ買っても結局そのそのうちの1点だけですから。それなんで1点で高いのはもうこの後お酒のそのあれか1ケースか、あとその米か、これしかなかったんですよ。あとはそうですね、その血圧測り器とかですね、そういう全く使わないようなのではあるんですけど、あとは何ですか、健康食品系のサプリ系のやつ、あとはプロテインみたいな、そういうのでは3800円とか4000いくらとかあるんですけど、他のやつはもうほとんどそういう1点で高いやつではなくて、それなのでこれ買いました。これが3400円ぐらいなんですよ。元からまあ安いんですけど、だから 20% で600円ぐらい引いて2900円ぐらいになって、さらにこのおまけが今ついてる。普通はこれついてないですから。で買ったのもこれお菓子、あこれこんにゃくはおかずのあれで食うんですけど、この辺好きなんですよ、麦チョコ、チョコフレーク、こういう時に買いました。で、まあ、普段からこの辺の、98円とか税込み100円シリーズで、これすげえ安かったんですよ。半額、これ128円の半額ですからね、 9% 60円ぐらいで、うどんとかそばが好きなんで、これめんつゆはあってもいいので買ってきました。でこの辺はすぐ食べるやつですね、油揚げとか。でこれはちょっと冷凍の米とかをちょっとこういうんでチャーハンでやってみたいなと思って買ってみました。で今日ナスと長ネギは安く買えたんで、今日はちょっと夕飯では作らないんですけど、昨日の作り置きがあるので、これもまた後日というか明日かな、作ってみたいと思って買いました。これ一応こってりとあっさりっていうのがあるんですけど、一応こってりの方買いました。で海藻系好きなんで100円これ買いましたという感じです。6000円、トータルウェルシアグーッてきて、メルペイ支払い6270円、まあいいと思います。これで3000ポイントバック感じでした。でその3000ポイントは普通にもうすぐメルカリで使えちゃうので、もう期限がよく期限ポイントですよとかいうツッコミ入るんですけど、期限ポイントでもすぐ結構メルカリとか探そうと思うと3000ぐらいのやつは買っちゃうので全然問題ないですという感じでした。皆さんもこういうメルペイとかのキャンペーン、もしキャッシュバックというか還元のがありましたら、いい感じでそういうウェルシア、イオンとか近くに松本清とかですね、まあ、セブンイレブンとかでもやってるんですけど、ファミリーマートとか、ただ元値っていうか結局こういうのも 20% 半額とかそういうの駆使しての6000円までいってるじゃないですか。これとか 20% 引きとかその店の、だからこれが例えば松清とかだったらこれ 20% とかになってないわけですから、もちろんライン引きとかないので、で場合によってはこれのおまけもついてないパターンもありますから、他の店だとイオンとかでエスカップ買うと、イオンでエスカップ買うとこのおまけがなくてさらに 20% もない状態ですから、その状態で6000円まで稼がなきゃなんないってなると、もっと物が少なくなったりするじゃないですか。
その辺は見極めというか、あの皆さん松本清とか他のとこで見極めて買ってください。まあ一番はコンビニっていうのは、あのもちろんスーパーよりドラッグストアとかよりも割高だと思いますんで、あの点数は少なくなると思いますけども、まあでも面倒くさい方はそっちへ6000円とか行くのもいいと思います。という感じでした。ありがとうございました。